よし、完全回復。あ、釘バット終わったな、そういや。100、100、100。となると、やっぱりハートブレイカーの方がいいよね。ああ、シュールだった絵が。これ、もしかしてだけど、ショートカットポイント的なやつ？違うかった。あの鍵の先なんだよ、どこだよ。向こうとつながってるのかと思ったら、思ったら、まっすぐ先だな。汚ね。お、宝箱。びっくりした。ネズミが出ただけじゃねえか。ドラえもんじゃないんで、そんな焦るな。他にもいる。あ、来たね。あ、ネズミ、ネズミ怖い。さあ、お次。マックス、マックス。マジカルサーバント、アビリティ、魔法に追撃させる。一定時間自動で魔法を放ち、アビリティ、魔法を追撃する妖精を身にまといます。だからこれを使った状態でアビリティか魔法を使えってことだね。何より穴がいい。もっと穴開くかもしれないから、先にウェポンを強化してから。さらに穴開けられないかな。属性効果を戦う強化、あ、あるある。とりあえずね、マテリアーナ開ける、これいいわ。本当穴開けばいいね。ミニ四駆の穴開けとか超楽しいもんね、うん。であまりにも穴開けて網しすぎて強度がなくなってペッキリいっちゃうやつね。肉抜きってやつ。今度吉野家で頼んでみたらどう？牛丼肉抜きで。ただの玉ねぎ丼ですけど。ちょっともうこれ大して属性系がね。オートやってみようか。バランス、攻撃重視。何取ったんだろう。まあまあ余ったところにレベル上げたいやつを適当に入れよう。イカズチ900は遠い。属性がまだ636だもんね。2500は本当に遠い。範囲か。あ、これをこれとケアル合わせてみるか。で、アイテム達人あたりをちょっと強化しに行こうかな。範囲化もレベル上げないといけないから。ただ範囲化時ってことは別に範囲化選べるのか。マジカル。とりあえず回復と場所を変えよう。こっちをマジカルに、でこっちを範囲化に。じゃなかった、回復、ね、今のところね、マックス戦闘人数3人だから、回復はこれあれだよね、3つ作れたらもういいのかな。クラウドね、ちょっと終わったんで、リーダーを、リーダーってどうやって変えるんだろう。リーダーを変えると一番初めの戦闘キャラが並び替え？そういえば変えたこと一回もない。バトルレポートチェック。うん、あと1体。バトルセッティングかな？
そろそろポーションいらないよね。インフィニティットエンドは2個分使うからね。ディスオーダーかな。リーダーの変え方分かんなかった。まあいっか、毎回変えればいい。お、いるいる。エアリスで行こう。クラウド、お前はメイン盾だ。連携しよう。私に任せて。頑張るね。俺が出る。頑張るね。はいはーい。そうか。そうか。当たれ。当たれ。ダメだ。ゲージたまんない。敵がちょっと弱すぎてゲージたまんない。もうちょっと回ろう。こういう漏れってね、いやらしい。今範囲化させたよね。ケアル。全体回復素晴らしい。全体回復してもクラウドぐらい回復するしね。敵、とりあえずここ全部回ってくるか。こっちから行こう。かけないでいる。気負いすぎる。さあ行くよ。私の出番は、私の出番はこっちよ。よし、マジカルサーバントかやめろ、遠距離攻撃はやめろ。ファイヤー。あれ、いった。いい汗かいた。戦闘終わってからもダメージ残るのはやめて。これ戦闘終わってから全滅したらどうなんの。全体回復超役に立つっていうか楽。まあまあ先にこっち。外れじゃねえか。騙された。誰も騙してない。おらおら、私たちなら余裕。ちょちょ、ハマってる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 。私に任せて。はいはい。当たれ。そこ、アビリティサンダー。痺れる？いけるか。いけるか。戦闘が終わって目覚ましたぞこいつ。いけるか、いけない。青色、耐性のマテリア。効果は？あった。状態異常100。いるいるいる。これはいる。ああ、ただ合わせないとダメなのか。
これどっかで絶対に時間不消滅って何です。即死攻撃してくる敵とか絶対こんなんないと話にならんじゃん。鍛えねばどこにつけるかだよね。2500か、これも遠いな。ビジョンとかいらねえからよ。鍛えとけ鍛えとけ。体勢を鍛えるんだ。何の効果も何の成果も何の効果も得られませんでしたなんですけど、いや、よし、やっちゃおう。いいとこ見せなきゃ。やっちゃえ、兄さん。よし、今度こそ。マジカルサーバント。テンペストで。行ってる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 。結構いったんじゃない。こんなところかな。増えてるかな。ほらもう 70% ん。ここの左にアイテムがあったよね。ほら、精霊のピアス来る必要ないレベルだ。オッケー、帰ろう。歩こう。アルコール、アルコール。私は飲んでアルコール大好き。頼んだ。頑張るね。どけ。私の出番。これでも飛ぶっぽい。もう一回使い直せば2回目の。悪くない。キャルラでお願いします。870全体回復、なかなかだね。さあそろそろかな。下水長いよ。あれ出口だよね。この水なくすか減らすかできないかな。カービィに頼めよ。よしカービィ、すべての汚水を飲むんだ。お水まずい、お水まずい。あ、ミニゲーム始まりそう。バイオだったらね、いつものわけのわからん謎解きが始まるところだよ。あ、これ見て、店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。押すだけでいいの？まあやってみよう。お、あ、どっか詰まってる。故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり。
手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリスついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。操作がエアリスに変わった。何かあったら呼んでくれ。押せない。なんで女の子2人で行動するんですかね。もうほんとね、用もないのに女の子はすぐ2人でトイレに行っちゃうんだから。店のドアやっぱり違うな。なんだこれ、おもり？これはもっと本格的。エアリスがバルブを開く、バルブを開くと針がで、ティファポンプがギコギコ、ターゲットレンジを、エアリスがバルブを閉じると。やってみよう。上げて、上げる、丸、下ろす。息を合わせよ。で、さあ、あ、で下押した瞬間に固まるね。オーケーオーケー。焦らないで。これね、なんだろう、幸せ家族計画だっけ？なんかそんな感じので見たことあるな。走って。こんだけあれば、デッドバイデイライトで毎回やってるようなやつじゃねえか。完璧だね。これを3回。いいよ。ちょっと短すぎるよ。チャキングレート、150ポイント。最後怖いな。連射機はありません。早いわ、なんじゃそれ。ダメか。はい。あー、リセットはされないんだ。早い。これノーミスであるってトロフィーやってもおかしくないな。やったー、成功。さ、戻ろ。クラウド寂しがってるかも。あ、何の番組だったっけ？幸せ家族計画じゃなかったっけ？走って！成功！勝手に下水抜かないでください。うわ、抜き方がすごい。うまくいったな。頑張ったよね。うん。全然。うわ、びっくりした。サハギンが水抜かれて驚いて飛び出してきた。落ち着いていけ。さあ、行くよ。いいとこ見せよ。頑張れ、メインタケたち。もう止まらないから。よし、今レベル上がったね。いや、召喚するだけでいいんだ。なーい。テンペスト。ほんとこれあれだね、近場のやつはメイン立てしてくれないね。さあ、終わったんでティファだ。ヤリス、こういう時のためのギャルラです。まだこれキャルラマでしかないんで。いい回復量だ。反対にできないのか今のうちに確認しておきたい。 LR あった、 L1 だ。ハイカは切り替えいつでも可能。よろしくね、頑張るね。下がってよ。なんか湧いた。
カッパー、カッパーされてない、カエルだ、トードだ、カッパーじゃねえ、トードじゃ、カエルキック、いけ、これはひどい、いけ、カエルキックだ、15だ、役に立たん、ラピッドチェーン、いや理想だな、ホーム、元に戻った、あれ戦闘音楽が終わらない、ギャルラ、うん、いい回復量、急に湧く、こいつ先倒しておこう、あー一発で寝る、ティファのコンボ激しい、ジャンプ、はい、おお三角飛びした、ギャルラ、アビリティ解放、ショーダラッシュ、爆裂剣、ショーダ、やり投げて、あーこのカエルスカートとか履いてますぜ、カエルキック、乙女のキック、カエルで倒した、トロフィーとかもらえませんかね、頼もしいでしょ、連続使用、そんなのあったんだ、文字が小さくて読まなかった、ちょっとやいですね、 MP がケアルで消費しすぎている、大丈夫やな、先に行くぜ、ようやく上行けそう、近い場所に出てきたのに、サハギン結構強いんですよ、ほらほら、そして3体いる、これはあれだ、雷持ってきてんのはエアリスだ、っていうかエアリスチャンス、ここだ、イノセントフォース、ティファが死んじゃうでしょうが、ラピッドチェイン、3体に勝てるわけないだろ、決めろ、カエルになっちゃった、オーバードライ、やったぜ、凍土はきついね、完全に無効化されちゃう、そしてエアリスの MP が尽きてしまった、俺が先に行って出口を確保する、あ、大丈夫か、なんとか持ったかな、クラウド、何持たないどころがボス戦じゃねえか、見逃してはくれないね、私たち美味しくないよ、先に行け、エアリス、うん、早く
かショーダラッシュ。ヒファも行け。でもこれ一人じゃん。誰に言ってる。早くね。3人でも負けそうだったのに。もう知ってるよな、俺は強いぞ。俺は強いぞと言いながら全力で逃げる。バーク。バイオだったら手榴弾一発でまとめて倒せて美味しいやつ。よし、トロフィーゲット。